さん案件。はい、皆さんこんにちは、武将家です。みんな夏休みの宿題終わったか？本日はガチャ動画マスというわけで、7月21日バンダイさんより生き物大図鑑昆虫クワガタ04が発売になりました。めちゃくちゃ探すの苦労したんですけれども、無事見つけたでごわす。今回の目玉はですね、アフリカ最大のクワガタ虫、タランドゥスオオツヤクワガタ、そしてですね、なんとクワガタ04やのにゴマダラカミキリが入ってます。でもこれはね、ちょっと日本の虫好きとしては嬉しいですよね。というわけで全5種類ということで、5回ガチャガチャ挑戦してきました。さあ、クワガタ04コンプリートできるのか、行ってみよう。さあ、というわけでクワガタ04開封していきたいなと思いますけれども、今回もこの半透明になってるカプセル、おそらく後ろ羽がついていない子たち、ディスプレイスタンドカプセルになってる子たち、それらが2と3で合わせて全5種類ですね。てなわけで、じゃあちょっと中身がもう見えてしまってる半透明の方からやっていきましょう。さあ、始まるぞ。今回もコンプリートなるか、必殺セロハン剥がし。それでは夏休みも元気よくいきましょう。オープンザガシャパン、ドン。うーわ、なにこれ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 、おい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 、生き物大図鑑で今までなかった色や。はい、というわけで開封しましたけれども、パーツは全体的にかなり少ない印象ですね。というわけで今回もまず説明書から見ていきましょう。生き物大図鑑クワガタ04ラインナップは、1番タランドゥスオオツヤクワガタ、2番メタリフェル細赤クワガタカッコブロンズ、3番メタリフェル細赤クワガタカッコブラック、4番コクワガタ、5番ゴマダラカミキリということでございます。となるとこいつは2番のメタリフェル細赤クワガタブロンズですね。おそらく組み立ててってみましょう。さあ、毎回硬いここはどうでしょうか。ハマるか、ふっ。あ、意外とハマったわ。あ、今回ハマりやすかったですよ。この時点でやばくね。で、ここも毎回そこそこ硬い。うん。おー、はまりやすい。え、はまりやすいわ。あ、はまりやすい。しかも今回、ちょっとこれ見て。顎がソフト。普段結構ガッチガチなんですよね。まあ、遊び方によっては子供怪我するんじゃないかなっていうぐらい、まあ、硬くて尖ってる印象なんですけども。今回結構ソフトになってるね。あ、いいね。まあ、対象年齢15歳以上とはなってるけど、ユーザーは15歳以下の方が多いんやろな。で、こちら触覚パーツでございます。あー、意外とハマる。おー、すごい、ハマった。わー、ハマったし抜けにくい。すげえな、この前あんなにハマりにくかったのに。企業努力が素晴らしいよね。いやー、素晴らしいね、バンダイさん。就職して。足には記号と番号がついているので、これを元にしてはめていきます。さあ、足のハマりやすさはどうか。よいしょ。あ、足もハマりやすいね。よいしょ。あ、いいねいいね。おー、はっ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 は。すげーわ、これは。というわけで、一つ目完成しました。2番のメタリフェル細赤クワガタブロンズでございます。この間、03で黄金鬼クワガタをやりました。で、その時の金色にもちょっとびっくりしたんですけども、今回また違う輝き方をしておりますね。このツヤ消しでもなく、ツヤありでもなくみたいな、この微妙なこの光具合を再現してるんですね。いや、すげえわ。で、ただ単にキラキラ輝かせるだけじゃなくて、グラデーションとかもしっかりつけてるんですね。毎回、色がついてる昆虫よりも黒塗りの方がかっこいいんで、正直そんなにメタリフェル期待してなかったんですよ。そしてなんといっても今回、組み立てやすかった。進化しております。ただ、メタリフェルに関して一つだけ残念なとこ言わせてください。足が黒いんすよね。おそらくね、これ3番のメタリフェルブラックと同じパーツを使ってると思うんですが、ちょっとね、ボディがかっこよかったがゆえに、まあ、ちょっと残念な感じに見えちゃいますよね。まあ、コスト的なもんもあり仕方ないですよね。これに関しては下羽もついてないし、みんな、刺してあげて。というわけで、2番のメタリフェル細赤クワガタブロンズ。てなわけで、半透明カプセル2つ目いきます。必殺セロハン剥がし。二つ目のオープンザガシャポン。ポン。ポポ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 ポ。力づくの。うん。で。これはすげえわ。組み立っていきましょう。
アタランティスの場合は硬い。ああ、うわあ。いやこれはやばいわ。一番タランティスを強くわがたです。もうね、言葉ないっす。完璧です。本物です。やっぱりこの生き物大図鑑のクワガタは黒塗りクワガタかっこいいな。ほんでね、俺今回何より好きなのがこの上バネ。タランドゥスの実物触ったことある人はわかると思うんですけど、縁が若干へこんでヘリが尖ってんすよ。ここのカーブです。これがね、なんか持った時のリアル感がすごいの。いや、これは買ってよかったわ。すげえわ、マジで。というわけで、ここからはディスプレイスタンドカプセルでお届けしていきたいなと思います。オープンザビニール。これは開けやすいよ。オープンザガシャポン。あ、なにこれ、誰、ギラファ。はい、というわけで今回は後ろバネがついておりますね。というわけで組み立ててってみましょう。おい、みんな悲しいことが起きてるぞ。顎が曲がっている。こうなってて欲しかったが、カプセルの中でこうなっているてなわけで、ちょっと悲しいことになってます。3番のメタリフェル細赤クワガタブラックでございます。本来はこうなるはずだった角がこうなってます。生き物大図鑑昆虫ではあるあるですね。なんか熱湯につけたりとかドライヤーしたら治るらしいです。パーツはおそらく2番の色違いということだと思います。僕あんまり詳しくないんですけど、メタリフェルってここまでブラックになるもんなんかな。なんかもうちょっと紫っぽい黒っていうイメージがありますよね。というわけで3番のメタリフェル細赤クワガタブラック。さあね、実はね、私残り2つが一番楽しみなんですよ。コクワガタとゴマダラカミキリ。この2つはね、もうどっちが来ても嬉しいなという感じでございます。いくぞ、オープンザビニール。オープンザガシャポン10。おー、あー、今日まで生きててよかった。昆虫の YouTuber やっててよかった。おい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 、クワガタじゃねえぞこれは。いや、痛い。これマジで痛いわ。さあ、パーツの形は違えど基本的には触覚と足と羽という感じですね。組み立っていってみましょう。いや、触覚パーツ長いな。嘘。よし。いや、すげえわ。あ、ちょっと足の色残念かもな。てなわけで、5番、ゴマダラカミキリでございます。いや、これいいよ、みんな。これすごいよ。やっぱりね、ここ評価したい。この羽。いや、ここマジですげえわ。この羽のね、ツヤ感と、この模様の形ね。なんか雑に作ってないね、この羽の模様。ちゃんとこういう模様を見て作ってるよな。ほんでね、あとね、やっぱ顔。こう目がすごくない？クワガタとかは目が小さいからあんまり感じなかったんですけども、この大きい目にしてるのに、本物感が出てるって俺すごいと思うのよな。ちょっとカマキリみたいにおもちゃ感出るかなと思ったけど、これいいわ。このお腹のこのグラデーションな。みんなゴマダラカミキリ持ったことある人ならわかると思うけどね。白い粉が吹いているような、でもちょっと青っぽいようなみたいなね。なんかそれを絶妙に再現してます。すげえわ。でもね、それゆえにちょっとこの足が残念やな。足もね、ちょっとこの感じで作ってほしかったよな。このお腹の感じで。足作ってくれたらマジ完璧やった感じはするよな。もう一個、致命的に残念なところがございます。触覚です。ゴマダラカミキリの触覚って、黒と白が交互に来るんですよ。あのね、黒白ってできてるんですよ。黒塗りがちょっと残念だなー。なんかさ、ボディ完璧やったがゆえにさ、なんかもうちょっと頑張って欲しかった感もあるよな。まあでもそれは贅沢なんかな。ちょっと今後このゴマダラカミキリをきっかけに、カミキリムシ01みたいな、白筋カミキリとかクワカミキリとかミヤマカミキリとか、あんなんが入るシリーズやっても面白いんじゃないかなと思いますので、バンダイさん、期待しております。というわけで5番、ゴマダラカミキリ。さあ、というわけでここまで5分の4ストレートでございます。今回久しぶりにちょっとこれストレートで終われるんじゃない？いきます、オープンザビニール。ちょっと待て。
色がおかしい。涙で明日が見えない。オープンザガシャポン。ごまちゃん。もう一回、ガッシャガッシャもう一回、もう一回、もう一回、ガッシャガッシャもう一回、もう一回、もう一回、ガッシャガッシャもう一回。てなわけで毎度のことながら許してくれ。オープンザビニール。泣きの一回、ごめんちゃい。オープンザガシャポン。最高だわ。ああ、尊いわ。はい、というわけで最高のやつ出ました。ラスト4番のコクワガタでございます。いや、もうこれも完璧だわ。ごめん、このドルクス系やらしたら反則だよね。まあ、一つ言えることは、でけえ。やっぱりね、でもちっちゃいコクワガタやからこそ、大きくすることで観察しやすいっていうのもあると思うから、どこがすごいとかじゃないもん。本物をでかくしただけです。もうこの顎の形とか反り具合とか見てよ。完璧です。バンダイ生き物大図鑑クワガタ04、全部集めるとこうなります。いやー、素晴らしい。がー、やーべえわ、言葉出ねえわ。さあ、後ろは毎度のことながらカプセルディスプレイで飛んでもらってます。おい、ハサミがもったいない。そして前はゴマダラ、タランドゥス、メタリフェル。いや、メタリフェルやべえな。かっけえな、これ。というわけで、今回も無事コンプリートすることができました。バンダイさん、ありがとう。さあ、というわけで今回は、生き物大図鑑04に挑戦していきました。もう毎回同じことしか言えないですけど、ほんと毎回進化してます。7月21日から発売しておりますので、みんな夏休みの宿題を頑張ってから、ガチャガチャしに行ってください。なんかね、この夏はまだまだ生き物大図鑑昆虫出るみたいです。カマキリ03が出るなんていう噂もありますね。楽しみにしております。8月12日、戸塚公会堂で開催される夏休みの音楽イベントに出演することが決定しました。概要欄や SNS に詳細書いております。チケット販売中ですので、ぜひとも遊びに来てください。